はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、ちょっとね、変わったチューハイです。チューハイタイムという、結構見たことあるかな？結構ね、ゼロドライストロングというね、アルコール度数9%で、これが珍しく、焼酎の炭酸割り。ね。糖類ゼロ。そして甘味料もゼロ。原材料名が、焼酎と酸味料と香料しか使われてません。おーと。そして、これがあれですね。サンガリアというメーカーの、これも有名ですね。12サンガリアの。はい。まあ、結局のところ、焼酎の炭酸割りっていうね。まあ、タカラのね、焼酎ハイボールのような、ね、感覚で。甘味料も使われてないし。ね。焼酎と酸味料と香料だけですからね。これはちょっと、ね、値段が100円ぐらいだったんで、おおと思って。ね、買ってみました。これいいんじゃない？美味しいんじゃないかな。それでは乾杯。これ。これほとんどあれだ。ほとんど焼酎ハイボールのドライと、ほとんど味変わんないぞ。多分。まあ確かに甘くはないんだけど、若干酸味があるかな。若干酸っぱめのなんか、レモンっぽい。ちょっと酸っぱい。でもしっかり焼酎。まあ、焼酎っていうか、まあ。いや、これは悪くないんじゃない？ただ、焼酎ハイボールの方が美味しいは美味しい。チューハイタイム。ギリグりますけど。微妙だな。結構ね、このチューハイタイムの、のはあるんですが、多分このドライのみ香料が入ってないみたいですね。あとみんな香料入ってる。香料入ってますね。香料じゃない、甘味料か。全部甘味料入ってますんで。醸造アルコール。でも、ストロングじゃないやつは、甘味料は入ってないっぽいです。あと、なんか見た感じ。このゼロドライ以外は、なんか、原材料が、醸造アルコール。となってて、焼酎とはなってないですね。
でもなんか微妙だな。味としては。なんかね、焼酎の香りがね、ほとんどしなくて、なんか、焼酎っていうか、よくわからない。うん。せっかく焼酎の炭酸割りなんですけど、焼酎の香りもしないし味もしないんで、一体焼酎なのか何なのかっていうのが分かりづらい。うん。うん。やっぱり、焼酎、ハイボールには勝てないかなと。うん。焼酎ハイボールだったら、うん。の方が多分明らかに、うん。だいたいこの変な酸味もないしね。焼酎ハイボールはね。まあ、うん。まあ、そもそも、チューハイで焼酎を使ってるのもなかなか珍しいんで、あれなんですけどね。うん。まあ、他に、焼酎ハイボールと、あとこちら以外で、焼酎使ってるチューハイってなかなかなくて、俺が知ってる中だと、同じタカラの自家絞りっていうシリーズが、焼酎。あと、タカラの缶酎ハイね。だいたいタカラのものばっかりじゃないかな。焼酎使ってるのはね。多分。うん。おそらくですが。大概ウォッカですからね。チューハイの9割方多分ウォッカです。9割方は。うん。うん。ね。まあ、やっぱり、タカラの、ね、チューハイにはさすがに勝てないなと、いたとこでしょうかね。まあ仕方ないな、サンガリアだもんな。サンガリアで誇れるものといったら、なんでしょう。俺は知りません。サンガリアでうまいっていうか、ま、なんか、のってある？いわゆる二流メーカーの、ね、あれな気がするんだけど。多分知らないですね。サンガリアでしょ？
まあ、価格が安いっていうとこぐらいしか評価されないでしょうね。サンガリア。サンガリアで、俺、おすすめできるものなんて、ほぼない。というか、ないに近い。ないですね。こうサンガリアって言ったらこれっていうその代名詞的なものは多分今現在存在してないんじゃないか。でもその割にはね、あれですよね、名前は売れてるとか知名度はあるんだよな。惜しいメーカーだよこれも。サンガリアって知名度はあるんだけどな。そのサンガリアイコールなんちゃらみたいな、そういうのが、まだ定着してないっていうか、うん。ね。ないですね。俺の中ではほぼないかな、これはね。まあ二流なんで安いっていう以外は買う価値がないと言っちゃえばもうそれまでなんですけど。だから好んでこれを買うっていう、好んでこのジュースを買うとか、そういうのっていうのが、今のところ存在しない。というのが、ね。まあでも、割かし買ってるっちゃ買ってる。というか、評価されるべきなのは、俺の中だと炭酸水ですね。サンガリアの炭酸水。うん。こちらが割とよく買ってます。うん。1リットルの炭酸水で100円とかなんで。で、味もね、レモン味もあるし、グレープフルーツ味もあるし、ライム味もある。ので、まあ、ね、と。しかもまあ、缶のやつがね、俺見たことないんだけど、350ml 缶もあるみたいですね、炭酸水ね。これが、ね、安く手に入るんだったらすげえいいんですけど。ちっちゃいね、185ml 缶のね、やつはね、30円ぐらいで売ってるんですよ。28円とかでね。これも割とコスパは高いかなと。うん。使い切り用として30円ぐらいで売ってるから。うん。ね。コスパ的にはいいんだけど、350の缶のやつの方がやっぱり、ね、ありがたいんでね。これ見かけないですね。見たことないな。うん。まあ、サンガリアって言ったら俺は炭酸水をよく買ってるっていう。うん。
感じでしょうかね。うん。もうそれ以外ほとんどパッとしないんだよな。でも、結構いろいろ出してんだよ、ジュースは。うん。いろいろ出してんだ、これも。このメーカーもね。有名なんだと子供の飲み物とかね。これは割と有名でしょ。ビールテイスト飲料みたいなやつ。飲んだことないけど。まあ、これは、いわゆるスパークリング、まあ、シャンパンみたいなものかね。まあ、子供の飲み物は大人が買うっていうのもなかなかないんで、ホッピーみたいにね、あれだったらいいんですけど、多分甘いんで、飲むことはないでしょう。ね。ということで、こちら。ね。中ハイタイムのストロングドライ。微妙ですね。これもね。ちょっと期待したんですけどね。味がちょっと、なんていうかな。なんか、なんか酸っぱいんだよね。うん。酸っぱいんですよ。で、甘くないと歌ってるんだけど、まあ、確かに甘くはないんですよ。うん。確かに甘くはないんだけど、変な酸っぱさがあり。で、焼酎の香りもせん。ので、一体何なのかっていうのが分からん。焼酎の、ね、良さが全くない。という感じですかね。とにかく香りがしない。焼酎の香り。わざわざ焼酎という香り高い、ね。ウォッカヨカ。香りがあるものを使っておきながら香りがないと、どうしようもないという感じで2223です。うん、ご視聴ありがとうございました。